ハサミはないですよ。ハサミ、え、ハサミ、こう刺さるハサミあるでしょ。危ぬか、ハサミすらない。危ぬか。これまた下玉をね、結構頻繁に打つ感じなのかな。混ぜ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 。中玉のね、なんか残機戦は結構使うのかな。あ、まあ、そうだよね。ね、確かにないな。ないんだよ、本当に。え、何今の体育、ちょっとびっくりしたんだけど、立ち受けで体育するの、体育の使い分けが凄まじすぎてちょっとびっくりなんだけど、なんか中距離の前台系、あの、なんかどうしようもなくない、ジャンギって中距離の、あーあれどうしようもない、これどうすんの、あれ俺もそう思ってたんですよ、あれあれはでもなんかちょっと空中に浮く変なキックですよね。そう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 、あれやたら強いんですよね。俺めっちゃ強いでしょ、ジャンギ背び弱いから。そうそうそう、めっちゃ長いんだよね。じゃあ、まあ、今完璧に前ジャンプ被せてたけどね、今さっきの立ち強系、まあ、前ジャンプはまあ思いつくけど、思いつくけどみたいな、難しいでしょ。確かに見た今のあれが一流スクールですわ。いやー伊藤さんやっぱ違うな、ね、後ろで行ってるだけじゃないな。あれさ、竜巻合わせてやろ。伊藤さん言うねーとか思ったけど、今の伊藤さんかっこよすぎて、あれもあれ言われてもよかったっていう。あれ、バリシーが合わせられてないし。上玉で、しゃがんでるところに中段とかして、えぐいできちゃって。おぉ。いや、ハッサに鉄筋戦は、ランギの方が、すが。ハサミがない、致命的じゃない。ライターで炙れば。無理でしょ。危ないでしょ。てか、マジこの辺の周りの人に怒られそうな気がするけど。自分ちだったよ。ハサミないと終わってる。あー、いつもより逆転してる。マジでうまいわ。マジでうまいっちゅうの、ちょっと、ヨアナさんの真顔で、いや、めっちゃうめえとか言って。さすがにな、うめえな。やっぱジンジンするな、やっぱり、予想通りだけど。うわー、体育絶対難しいんだな、これ。体育絶対難しいよ、この辺で。おめえ大丈夫か、ここでしょ。ここだって音やばいんです。音だからガサガサ言いそう。そう、この辺かな。あ、この辺じゃない。うまい。たまに捨てますからこれ。確かに。うまいなぁ、二人とも。クソメガネ。いや、うますぎるなぁ。あ、これバックショーピューバターに手引きはすると思った。近寄れない。マージャンプ、マージャンプしゃがみチューバーで全落ちするように見えちゃうんですけど、全落ちします。全落ちするんすか。ダメよね、やっぱね。え、大ピーラーならないよ、これでも。いや、大パンでも落ちます。あ、ダメよ、じゃあ結構体育はしゃがみチューバーだけで完敗なんだ。これゲーテンでなんか10回ぐらいやらなきゃいけない。今映ってんのやばい。猫で食わんと大丈夫だ。見たでしょ。じゃあ毎回でもさ、確かにね。じゃあこれ食っちゃえばいいよ。あ、カットスパークみたいな。カットスパークみたいな。あ、そんなのあったっすか。いや落ちるな。あれどうするんだろう。上から行けないわけじゃないんだろうけど、上から行くしかないよね。結局ね、下玉があるけど。そうだね。イエスバンキングがまあ読み合いの質問なんだろうけど、うわ早すぎる。マジか、これが一番怖いですよね。ね、反応早いな、ほんと。これが怖いから上から行きたくないけど、弾があるからやっぱ上に行くしかないですね。ありがとうございます、すいません。ありがとうございます。あ、言ったけど、同情ですよ。いやいや、同情じゃないですか。ありがとうございます。あー、頑張った系でしたから。あったかな。いや、飛ぶタイミングがめっちゃ甘いっすよ。その出し方も甘くないっすか、それ。落ちたらでもいいんだよ。いや、この出し方も甘くない。この出し方も甘くない。この出し方も甘くない。実況して、実況。飛ばれても飛ぶしかないんだよ。実況してもらう。いやー、いい艶ですね。ノーコメントでいいですか。やばい、これ、おかしなきゃって言ってる。何これ。これもうなんかまずく見えてきたんだよ。ふざけんな、食いたくなくなっちまったじゃねえかよ、これを。おい、さくていいよ、ふざけんで誰が食うんでこさえて。あ、あ
わー、深いじゃねえか、あれ動かないですね、あれでもこれ罪でしょ。あー、これが楽しいわ、これですわ、これが板田さんですわ。見てた、本当に球を見てなかったもんね。俳句の次に板田さん試合見てます。どういうこと、どういうことそれ。ちょっと話おかしかったんだけど、これはどっち言うの。完全受理でしょ。完全受理、完全受理でいいの。いや、残機が、残機が超きついきますでしょ、これ。こっちで食っちゃ大丈夫ですか。大丈夫、いいよいいよいいよ。やだなお前、もうカメラの外で食ってくれ。どうせ食わないの。食いたくねえな、カメラの前でそれ。両手で持たないよ、それ。ほら、やるよ。ほら、お前も嫌なんだな、分かってるよ、お前。食っとけよ、早いけ。両方嫌だよな。いいよ、ならばあげる。あげる。やばい、やばい。お前がひよってどうすんね、お前がひよって。お前ひよったら終わりだろ。うわ、これきついな。なんか、ウルコンに毎回当たっちゃうよね、一覧に。何ん、な、何みたいな。タイクチューパン。おー、どうだ、タイクチューパンって言ったもん。鮮やかだったよなぁ。鮮やかだったよなぁ、じゃあ、チューパン。ほら、まだヒートアップしてきたよ。ヒートアップ。なるほど、どの試合、3試合目ぐらいからヒートアップした。あ、別に俺はいつの冷静でしょ。いや、俺ゲームで怒ったことないですもんね。そうなんだ。ゲームだし。ゲームじゃん。そういうことにしよっか。ナローがね、PA で勝利権決めたときはね、ナロー大人げないとか、友達だから会話になってね。ほんとほんとほんと、身内同士だから。あ、そういうこと。あと、両夏さんのメアド知ってるし。うわ、羨ましい。知ってんの。羨ましい、知らないんだけど俺、羨ましい。知ってるし。やばい、試合話そう。両夏さんメールしちゃうし、両夏さん後で説教されるから。絵文字つけるし。ヨーネスタンって。おはようございます。おいやー、遅かった。 KSK さんがまた戻ってくるとは。あれ、KSK さんありますよ、ね、はい、はい、何でしょう。何これ。 KSK さん、ほら、これ食べてください。何このサラミ。これ、これカルパス食べてください。マイクよ。これカメラの前に食べてください。味のさっきなるほど、さっきなるほど、これ食べて。これを大丈夫ですか、この放送。この配信なんすか、この配信。この放送。これ今何配信。何がしたいんですか、ちょっとこの放送。何、熱い。これ番になんないんすかね、これ。なんで熱い試合してるときにこの味がまずいの。おぉ、投げてくるね。今の移動投げで暴れたんだよ。ああ。すごいな、今の。その残技戦の。うわ、あんま早すぎるだろ。私たまに、ひとたまに合わせて、あの、いいエクサトミックで。全然進まないから。帰ってきちゃったね、俺ね。やっぱ数字が落ちる。ケイさん、当たりましょうよ、この試合を。そう、マジか。ジュリザーギンとか全く分かんないです。これはかなりジュリが有利な。かなりジュリが有利らしいですよ。有利なの、まあ、近づけないだろうな。そうですね。ケイさん、今これどういう読みになってるんですかね。これはね、あー、下がない。何してね、あの針の穴を通すから、ザンギが。あんなね、弾幕の中をね、あ、これ、ジュリユリっぽいっすよ、これは。ジャナ助けて、ジャナ助けて、ジャナ、ジャナ助けて。見応えありますね、この組み合わせは。完全ジュリユリっすね、これ。今、ボカッとなってますよ。あ、これはね、ちょっとプレイヤー性能。あ、すいません、来ましたよ、今。今、プレイヤー性能バカにする発言なんですよ。あ、これ、そうなんですよね。あるよね。ウルコンに当てるの結構難しいのかな。なんか謎の判定してるよね。ね、結構トス前やったりするんですか。ファーさんはやり込んでるから、多分ダメなんですよ。なんか勝ち引き止まったりするからね。ね、そうだよね。勝てないよ。リョガさんがやっぱ当てるのうまいんだろうなって思って、毎回。いや、板さん気持ちよくなってるな。止まった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 。あ、止まってないらしいです。止まってない、どっちやねん。酒入ってるから。猫ちゃん落ち着いて、猫ちゃん落ち着いて。止まってないよ、俺が来たとか。止まったとか俺が悪いみたいな。止まってません。いやー、うますぎる。何これ。おお、今度当たった。もう食らない。ダメージやっぱ高いのかな。
わかんじゃないですかね、さすがに。クラーラー規制してたな。でもまあ、クーターしてるからウルコン入っちゃうから、お酒結構入ってるのかもしれないですよね。全然力なそうに見えるけどな。うわー、出た。あー、見逃さないな。一流の回しだったんだけどな。一流でしたね、回し方ね。ほんと、ほんと、全く違ったっすよね、今の回し方ね。すごかった。これ、これ、これ、これ。そうですね、お便り結構いっぱいあるんですけど、どれ読んでいいかなと思って。そう、お便りちゃんと選んで言いましょうよ。一応読んだやつもあるんですよ。ここまで読んだ。それを読んで、あ、それは読んでないですけど、読んでないですけど。いいじゃないですか、全部読めば。これは、これは読めないです。普段だったら読みますけど。普段だったら読みますけど。どんどん読んでいけばいいんじゃないですか、ね。全部読んでもいいと思いますよ、僕は。ペンネーム。飛ばねー。ペンネーム、林さんね。林さんから、皆さんの好きなアニメは何ですかと。アニメとか見ませんね、アニメとか。全然見ませんね。味噌って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 味好きなアニメはまあないですね。好きなアニメない。見ないですからね、アニメ。これなんだろう。実は。昔とかさ、見てるじゃん。最近の？全部ですか。まあ、最近のでもある。最近のは分かんない。最近のは日常。あ、日常。俺も見ます。あ、見てる。友達。俺も。まあ、日常。チラ見したね。チラ見したね。一個がいい。あとイカ娘かな。イカ娘ね、知ってる名前挙げてるだけじゃない。え、俺好き好き。あの見てる、ね、一番見なそうなの。一番見なそうなの。一番見なそうなの。なんで2回やるの。そうそう、一番見なそう。一番なんかアニメなのそうなの。俺好き好き。リア充じゃない。加藤の上がってる。当たんねえか、ダンクには。これね、分かんない。分かんない。公式当たってきゃ、それは調べてない。公式なの。なんか最近公式でなんかニコニコがアニメとか。ああ、はい、そうらしいですね。はい、らしい。一番チェックしとるやん。はい、らしい。そのまでリアルタイムで。マジだろ、マジだろ。はい、あの、タイミングゲストだぞ、ゲスト。ゲストじゃない、ゲスト。ゲストじゃない。ゲストじゃない。え、もうゲストじゃないですか。レギュラー、レギュラー。レギュラー、レギュラー。じゃあ、レモンジャーさんの好きなアニメを。最近はもう見ないですよ。毎週やるのは見ないですよ。毎週やるのみたいな。毎週見なきゃいけなくなっちゃうから。ああ、そういうことか。まとめて一気にガーッて見る感じ。まあ、そういうのも見ないですね。だからもう最近だからもう見ないです。昔の昔だったら誰だったかな、キャップとかだった世代だったんで。まあ、ドラゴンボール世代なんじゃないか。ああ、結局ドラゴンボールですよ。ドラゴンボールね。俺もドラゴンボールだね。世代がドラゴンボールだから。やっぱ格闘変わってセルゲームからですよ。なんかもう誰も見てるやつだったら OK みたいな。まあ、フリーだと見てないですよ、リアルタイム。え、見てない。終わってる。見てない。え、日本人見てます。日本人。なるほど。若いでしょ、だって。俺見てます。なんでナルが見てるの、カズノコ見てない。え、やってるの。まあ、あれでしょうね。まあ、多分、まあ、飛ばしてたんじゃない。みんなが見てるな。みんなが見てるな。俺は見てないけどね。みんなが見るやつは見ない。セルゲームあたりがみんな見てない。だから日常とか。いや、まあ見てるわかんないですよね。まあ見てるわ、チラ見ぐらい。チラ見ぐらい。日常は見るけど、フリーザー見ないです。フリーザー見ないです。フリーザー。ドラゴンボールアンパイズイリーザー何だよ、ドラゴンボール。ドラゴンボールワンピース、ナルトあたりはちょっと古いよね。アンパイズイリーザー。ちょっと古いよ。ちょっと、フリーザーにも聞きましょう。ちょっと、イタナさん好きなんで。イタナさん。いや、俺そうでもないんだよね。見ないんだよね。まあ、昔の何見たアニメとか。待ってね、まあドラゴンボールは見るよね。ドラゴンボールは見る。ロボットじゃねえぞ。ロボットアニメに違う。ロボットアニメ違う。え、あれ何アニメ。全然違う、全然違う。もう精神世界。まあ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 、高い。今日はハブリックでしょ。交渉のアニメだ。最後言う。あ、今回はダメでした。え、バーって感じ。
エヴァンゲリオンってなったから。そう。違う。エヴァンゲリオン。違う。バーです。ウルトンバイパーのバ。あ、なるほどなるほど。怖い。そう、今の負けんのかよ。エヴァンゲリオン。まあそうだった。だから新キャラのバイパーはいない。あ、俺好きで。かわいいっすね。スロット打ちました。見てないですけど。スロット多少打ちました。あー。アスカは、まあ、かわいいです。かわいい、水のシーンは、かわいいです。BGM だったよね。水のシーン、マジで止めてましたもん。水のシーンって言って。知らないですか水のシーン。こうやって走って、られる水のシーンで、何本も。走り出しちゃったな。アスカは、アスカはどちらかというと、にわか。にわか。え、レイは一番。まあ、一般的にじゃんのアスカの方なんじゃない。そう見てる2000人のそれ、ね、アスカファンを的に回しましたよ、ね、これアスカファンが見なくなってます。一般的にはね、一般的には一般的にはなんで保険かけんの大多数の人もアスカを選ぶのがまあ、まあ、何なんだろうしょう。え、ネコネさんアスカ、ネコネシックさんがアスカ、やったアスカだっけ。これなんかそうなん、いや、中にはね、だからそのアスカ、あれがミファンから言われてますよ、ほらアスカだな、アスカだ、急にアスカだ。アスカ、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 仮にアスカと、あ、じゃあアスカだ、綾波と付き合って家で何するの。ちょっとそれ掘り下げてくるの大丈夫だよ。一緒にね、あの、飲んで飲んだ。いやいや、そういうこうよ、そうなんで違うコード、別コード絶対嘘でしょ。じゃあ、一緒に横に座ってるだけでいいじゃん。入るか。アスカうるさそうだよ、面倒くせえから。あ、いやめろよ、そこがよくないですか。いやちょっとね、向こうからなんかどんどん笑いくるみたいな。やめろよ、邪魔すんなよ。進みすぎだろ、それ。お前、実際リア充だろ、お前。そういうのに慣れてる。絶対どっかいる。すごい面倒くさい。なんか一緒にあの何も喋んなくても佇んでられるのがいい。あ、でもそれはもうね、あの長いこと一緒にいるとやっぱ喋るのも面倒くさくなってくるんだって。あ、そう。だからずっとずっと一緒にいられる空気感が大事なんだ。だからやる。まあ、それは頑張ってもないから。説得力あったね。あ、いいの。シーンの話。あれあれあれ。そっから裏切らないか。コメントで余計な名前が出てきたらもう、はい、うるせえうるせえうるせえ。はい、次行きましょう。はい。それでもですね。これはもうなんか似たような感じだから。そこで同じキャラ。あ、なんと。フードさんから。いや、嘘です。はい。冗談はさておき。はい。ザンギさん、お疲れ様です。フードだよ。まあ、冗談はさておき。2012バージョンでは前作とは比べ物にならないほどバランスが良くなっており非常に好評だと聞いております。また強キャラはどのキャラかという質問に対して上級プレイヤーそれぞれがいろいろなキャラを挙げています。そこで今配信で見るプレイヤーで3強はどのキャラかを議論し合ってみてください。よろしくお願いします。議論し合いますか。じゃあ3強3強のキャラ、じゃあまずケースケーさんの挙げる3強ちょっと聞きたいです。俺のセス、はい、はい、セス、あと2キャラ、なんかどれも強くてなんか難しいんだよ。セスでしょ。リュウ。リュウ。あとか。あと1人。これアベル視線になっちゃう。ああ、まあ、しょうがない。まあ、そこもいいっすよ、しょうがない。これ自分の苦手なキャラが苦手になるんだよね。本田は強いの。まあ、どうなんすかね。強いとは思いますと思うけど。まあ、3人は上げないっすよ。3人あげない。セスリューは誰だ。でも自分で考えてあげましょう。とりあえずいいといいと。あ、サガットか。はいはい、サガット。ああ、はい、サガット強いな。俺セスリューサガットかな。アペル最強はないだろう。はい、じゃあちょっと不満そうなんで、まあ、まあ、リューじゃないですか。はい、はい、リューはわざリューリューがもうなんか最近本当っす。耐久性だと、優に分かったんですよ。
もうそのままこれ別枠じゃないの。そうなんですよね、だってあいつがいなければどうなの。だってあの人が剣使ったら環境受けるとまあ可能性があるよ。ちょっとだからあいつを考えないで、ちょっとああ考えなかったって も今回からちょっとああまあでも変わってもおかしくないじゃんってあります。あとは、いぶきとかさ、ゆういぶき、いぶき強いっすよ、ね、吐きとおかしくないってね、まだまだ、あれもう、伊予さん見てみたいですけど、伊予さんめっちゃ強いからな。あとは、あとギャガン、あぜ、ああいいね。弱いっすけど。結構弱いっすね。
強いですかあれ。俺強いと思うんですけどね。結構あれ分からない。強い方形見たんじゃないですか。方形か。バージョンさん、バージョンさん見ちゃうと、まあ300には入んないし。ああ。バージョン見ちゃうと。無理やりタクオラーって当てつけなんか勝ってる。まあそうですね。まあそのネタが合ってればそうそういけない。最後は壊れたのがマジで弱い。なんかね、ケイスケさん三脚はなんか。聞きますかそれ。とりあえずケイスケさんを。ケイスケさんがもしやったとしたらこの三脚負けねえ。負けねえ。こんなどうやっても負けねえ。勝つ気あるんですか。こんなじゃあ。ええ。ありましたね。難しいな。お、どのキャラも大体苦労してるから。これ。一番勝率が高いのは一応あ DJ なんで。あ、じゃあ DJ 一番。DJ。DJ 強いし。こんなんやってねえっすよ。強いな。今でも三着に入ってもおかしくないじゃん。おかしくない。それはそれはおかしくない。え、そんなに？え、いやまあなんとも言えないけどね。とりあえずあげましょう。はいはい。みんな。結果外観が。まあそうだね。あと弱そうなキャラ。いいキャラ。最近なんか勝率がいいのは剣。剣は強いよね。まあでも自分の主観でいいけど、まあ、議論する感じなの。あれか剣を出ますからね。ハカン思い当たらない。ハカンだったらハカン DJ。 ハカンなんかすごい置き攻めしやすい。はい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 。アベルスカイ的には多分こういうのあるし。
言っていただいたと思うんですけど、はい、ムキスティックがこれは、あ、いい、じゃあこれ出すね、はい、VXSA ですね、はい、痛い今のこれはもうあれですね、あの浅野さん、僕の部屋の A さん の, あの私物を持ってきていただいたということで、これをじゃあ本抜きに、XBOX と一緒に届けるということで、はい、堀さんありがとうございます。堀さんって言っていいのA さんって言ったのA さんありがとうございます。はい。で、これでね、あとはモニターも手足がいるんですね。モニターは LG。モニターは LG になります。ああ、きついな。これきついな。折れてる。これ最高だ。これきついっすよ。うちのスティックも隔ってきてるんでメンテしないとそれいかんとね。10戦以上やってるらしいよ。9連勝。おお、